予告されていた通り、Xperia X の F5122 だけではなくて、F の5121と XA も販売開始になりましたね。ちょっと整理しますね。X の 32GB モデルが63,940円。で、64GB モデルが72,480円。それで、XAF3115 が39,389円ということですね。そうなりましたか。この動画でも言った通り、やっぱり高いね。この安いはずの Xperia XA も、約4万円と。この Xperia X がスナップドラゴン650なので、これヘリオ P10 っていう SoC なんだけど、まあ当然値段的に言ってこれよりずっとランクが下の SoC なわけですよ。だからスナップドラゴンで言えば400系統か200系統かっていうレベルの話なんで、他の安いメーカーだったら2万円台だよね。2万円前半じゃね？ Xperia X ってさ、今までの Xperia にあった尖った部分がなくなってしまった分、もっと価格で勝負できる機種になるのかなと思ってたんだけど、Xperia ならではの魅力がなくなって、かつ値段もそのままであっては、そりゃ買ってくれる人いないよね。まあ、ただし日本では売れるでしょうね。なぜかというと、まず日本にはソニーのファンが多いっていうのと、ドコモ、au、ソフトバンクとの回線契約込みで買う人が多いんで、端末の高さって隠蔽されるから、そういうシステムになってるので、ソニーの端末がバカ高いっていう感覚は薄いだろうね。だけれども、この価格が世界で受け入れられるかと言ったら、限りなく難しいと思うんだよね。少なくとも E トレンを使うような、端末を単品で買おうっていうような層の人たちにとっては全く響かない端末だね。としか言いようがありませんね。